皆さんこんにちは。今日はシャーロット・ティルブリーの締まり風メイクをしてみました。はい、こんな感じのピンクベージュメイクにしてみました。フルメイクできるシャーロット・ティルブリーを持ってないんですけど、持ってるものを全部使ってメイクした感じです。めっちゃ可愛いんですよ。肌もねすごい綺麗に見えるのでおすすめです。で、今回はねリクエストいただいたので締まり風のメイクになったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってます。気になる方はぜひ最後まで見てみてください。それではスタート。はい、まず最初にラ・ロッシュポゼの UV レア XL のプロテクショントーンアップを使っていきます。私はベースメイクをね持ってないので、とりあえずファンデーションまでは普通にいつも使ってるものを使っていきます。ファンデーションはランコムを使っていきます。気づいたら結構なくなってて、ここら辺までないんですよ。見えますかね。崩したくない時とかによく使ってます。で、スポンジで伸ばします。はい、ファンデーションまで終わりました。そしたらね、こちらを使っていきます。シャーロット・ティルブリーのマジックパウダー、こちらはルースタイプになります。海外コスメとかではよくあるんですけど、中蓋がついててくるっと回すと小さい穴が出てきて、ここから出すようなタイプになってます。で、これもねパフがついてないので、自分で追加買いしないと使いづらいかなと思います。まあ、ブラシとかねあればそれでいいんだけど、私はパフでやっちゃいます。はい、こんな感じですごいね肌が綺麗に見えます。そう、このパウダーねすごいフィルターが1枚かかってるような感じで綺麗に見えるんですよね。そこが一番最初めちゃくちゃ感動しました。で、フリーのものとかもあるので、ちょっとお肌に優しいのかなと思うんですけど、あのねちょっと素材の匂いみたいな感じの香りがするんですよ。だからねちょっと香りはあんまり好きじゃないかもしれない。何の匂いなんだろう。で、これはあのアンダーアイ&フェイスって書いてあるので、全体も使えるけど、あのベーキングする時とかにもすごいんじゃないかなと思います。で、次はこちらミセのカラーリングアイブロウパウダーの BR4 番。眉毛もね持ってないので、今日はアイシャドウと同じような色味のこちらの BR4 番を使います。ここのブラウンとここのピンクを混ぜて使っていきます。へたりないところはここを使います。はい、こんな感じで今日はピンク味も加えてみました。そしたらアイブロウマスカラもビセを使います。カラーリングアイブロウマスカラの BR5 番。で、そしたらアイシャドウはこちらを使います。シャーロット・ティルブリーのピロートーク。前回使った時もコメントでもね綺麗って言ってもらえて、私もすごい気に入りました。こういうくすみピンクがねすごい好きなんですけど、このラメとかも思ってたよりねすごいツヤツヤするし、めちゃくちゃ使いやすかったです。まずはここのマットなくすみピンクを全体にのせていきます。はい、こんな感じでね幅広めに塗ってみました。発色もねすごいいいですよね。そしたらこちらマットのブラウンを目尻のこの際のところに塗っていきます。
ちょっと跳ね上げラインっぽくなるようにしてみました。そしたらこちらのキラキラのラメを全体にのせていきます。たっぷりつけます。はい、こんな感じです。伝わりますかね。すごいツヤツヤなラメなんですよ。なんかピンクゴールドっぽい感じなので馴染みやすいですね。こんなにたくさんね乗せても派手すぎないので使いやすいと思います。でこのラメはね本当にピンク系だったら結構相性がいいと思うので今日は使ってないんですけど、このクリームアイシャドウローズゴールドなんですけど、これをつけてからこのラメをね乗せるのもすごい可愛いと思います。クリームなんですけどつけたらサラッとするので今日は使わなかったです。ちょっと系統が似てるので合うと思います。そしたら最後にこちらを目頭につけていきます。でビューラーをします。そしたらね今日は跳ね上げラインも描いていくんですけど、まず最初にこちらのビセのジェルライナーでインラインを描いていきます。そしたらラブライナーで跳ね上げラインを描いていきます。さっきアイシャドウで跳ね上げっぽくしてるのでそこに沿うような感じで描いていきます。はい、こんな感じで描いてみました。でマスカラもね持ってないのでいつも通りやっていきます。そしたらねブロンザーなんですけど2つあります。この間ね新作で買ったこのパレットなんですけど、ブロンザーとチークとかハイライトが入ってこれだけでもいいんですけど、以前に購入してたこっちのブロンザーとねハイライトが入ってるパレットも持ってるので、今回はこっちのブロンザーを使ってこっちはハイライトを使っていきます。このブロンザーねすごいいいんですよ。ギラついてるパールじゃなくてすごい細かいパールが入ってるので自然なね立体感を出してくれます。めちゃくちゃこれはおすすめ。すごいナチュラルなんですけど少しツヤも出ますね。そしたらチークはこちらです。チークトゥーチークのピロートーク、こちらもピロートークを使います。なんかこれはちょっと外側を取るような感じでつけていきます。すごい、これも結構ツヤ出ますね。あんまりね内側のこのハイライトっぽいところはつかないようにしたんだけどすごいツヤで、こんなにツヤはあるんですけどせっかくねハイライトもあるのでこちらをつけます。頬のところはもう結構ツヤがあるのでちょっと控えめにしたんですけど、鼻とか中心につけました。本当にツヤっとしてくれるのできつすぎない感じですね。肌が綺麗に見えるようなツヤだと思います。はい、そしてリップはこちらシャーロットティルブリーのホットリップス2の JK マジック、はい、こちらです。これはねインスタとかで見てて絶対可愛いだろうと思って一番最初に決めた色です。ただね届いてみると意外とネットで見るよりはベージュ味が強そうだなっていう感じはしました。はい、手に出してみるとこんな感じです。でも塗ってみるとちょっとピンク味もあるかな。クリーミーな感じのリップですね。で最後はこちらです。これはシャーロットティルブリーじゃないんですけどパーサリのローズゴールドスキンミスト、これこの間セフォラで購入したんですけどすごい良かったです。またつけすぎたかもしれない。
はい、メイク完成しました。こんな感じです。今回私が持ってるシャーロットティルブリーのものを使って縛り風のメイクをしてみました。どうでしょうか。シャーロットティルブリーは私もすごい気に入ってるブランドなんですけど、本当にツヤがすごく綺麗だし、肌がね綺麗に見えます。すごい細かいパールとかも入ってるからナチュラルな立体感が出るんですよ。どっから見てもすごいツヤがあって、さすがメイクアップアーティストっていう感じです。こういうなんかニュアンスなメイクすごい好きなので今回できてよかったです。なんかね今日も天気が悪くてちょっと暗く映ったりとかしてて、結構ベージュっぽくね映ってたと思うんですけど、今のこっちの色味の方が本当のリップの色です。だからね本当にちょっとピンクベージュ寄りなんですよ。さっきよりこっちの方が本当の色です。ということでぜひやってみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。